長谷川東蔵6月23日から1963年2月20日は、昭和期の実業家、政治家、衆議院議員、岐阜県会議長、岐阜県江奈市長、旧名、周一、岐阜県江奈郡、東野村で、長谷川東蔵、広野長男として生まれる。1930年、東北帝国大学法文学部法律科を卒業。さらに、 同大大学院で学んだ。1932年11月、岐阜県会議員に選出され、同参事会員、同副議長、同議長を歴任した。1946年4月の第22回衆議院議員総選挙で、岐阜県全県区から日本新歩党公認で立候補、下が落選。1947年4月の第23回衆議院議員総選挙で、岐阜県、 第2区から民主党公認で出馬して当選し、衆議院議員に一期在任した。その後、第24回、第25回総選挙に立候補したが、いずれも落選した。1958年4月27日、江名市長に就任。二期在任し1963年2月心臓麻痺のため急世した。この間、財政赤字の解消、市民祭の開催。 市民会館の建設、企業誘致の推進などに尽力した。実業界では、岐阜県アタン工業会理事長、第二本アタン工業会理事長、全国アタン産業統制組合理事、第一証券社長、岐阜県証券協会理事長、日本陶磁器加工社長、日吉工業取締役などを務めた。長谷川俊一に関するカテゴリー、ありがとうございます。